契約停止するぞ。いいんだな。嫌ならさっさと作業を続けろ。現場監督の一人が声を張り上げる。41度にも上る炎天下の中、休まず作業しろというのだ。むちゃくちゃすぎる。契約停止？上等じゃないか。このままではみんな倒れてしまう。俺はこの理不尽な現場監督を睨みつけた。俺の名前は渋川。58歳の職人だ。正確には大工と言った方がしっくりくるだろうか。工務店で働いている。以前は別の会社で働いていたのだが、そこが倒産すると決まったので、今の工務店に転職したのだ。転職してもう10年以上経つ。俺は木材加工だけでなく、鉄筋工や塗装など様々なケースに対応できるので、何かと頼りにされている。ありがたいことだ。俺は周りに感謝しながら真面目に働いていた。ある時、俺はとある建設現場へ行くことになった。大きな建設会社が元請けをしているマンションの建設現場だ。俺はその現場である人物と再会を果たした。やっぱり渋川だ。その人物とは、この建設現場で現場監督をしている刈谷という男だ。前の職場で一緒に働いていたのだが、彼が名乗るまで正体がわからなかった。何せ最後に会ったのは10年以上前で、しかも刈谷は体型がかなり変わっていたのだ。昔と違い、今ではかなり横に大きくなっている。久しぶりだな、刈谷。俺が言うと、刈谷はチッチッと指を振る。おいおい、俺は元請けの現場監督で、お前はうちの下請けの職人だぜ。口の聞き方には気をつけろよな。ああ、わかったよ。いや、わかりました。俺は正直、めんどくさいと言いそうになるのを必死で我慢していた。というのも、刈谷に関してあまりいい記憶がないのだ。それにしてもお前、未だに辛気臭い顔してんのな。しかもその頬の傷、それがあったからすぐにお前だってわかったよ。俺の心など知るわけもなく刈谷が笑う。俺には頬に小さな傷がある。仕事上でできた傷で別にやましいことはない。だが刈谷はその傷を見て、堅気に見えねえと馬鹿にして笑ったことがある。刈谷は以前同僚だった時から問題が多い人物だった。仕事は適当そのもので、手より口だけ動かすタイプ。人に仕事を押し付けて自分は適当にダラダラ過ごす。というのがお決まりのパターンだった。そんな刈谷がどうして大手建設会社、しかも現場監督に？俺の疑問を晴らすように刈谷が得意げに言ってくる。実はさ、俺の親戚が口利きしてくれてさ、お前と違って俺は転職大成功ってわけ。なるほど、コネ入社したというわけだ。俺の知り合いにも、コネで入社して頑張っている友人がいるので、コネ自体を悪く言うつもりはない。だが、刈谷のことだから、努力を惜しんで今も楽をしているのだろう。無駄に偉そうな態度が昔から変わっていないので、なんとなくわかる。刈谷さん、お知り合いですか？その時、刈谷の後ろから別の人物が顔を出した。刈谷より少し若い男性だ。渋川と申します。俺が自己紹介すると、男性は丁寧に頭を下げる。水野と申します。私も刈谷さんと同じ現場監督の一人です。まだまだ未熟で至らない点もあるかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。水野の説明に俺は納得した。さすが大きなマンションの建設現場というだけあって、現場監督が一人というわけにはいかないようだ。今は別の作業をしていて、この場にはいないが、他にも現場代理人など別の役職の人も来ているらしい。何かあれば遠慮なく何でもおっしゃってくださいね。水野はそう微笑んで去っていく。
その後ろ姿を見送って刈谷は鼻を鳴らした。ふん、若染め、おい、同じ現場監督でも俺の方が年齢も実績も上なんだからな、勘違いするなよ。何をそんなに鼻息荒く言う必要があるのだろう。俺は、はいはいと適当に刈谷をあしらった。最初は刈谷との思いがけない再会で不安に駆られたが、水野のような丁寧で真面目そうな人も一緒なら心強い。俺は俺のやるべきことをするだけだ。俺は刈谷など気にせず自分の仕事に集中しようと気合を入れた。それからしばらく経ち、俺は今日も現場で作業していた。ふぅ、それにしても今日は暑い、暑すぎる。俺は作業していた手を止め、首元にかけたタオルで汗を拭う。拭った先から汗が流れてきてキリがない。今朝の天気予報でも言っていたが、今日の最高気温は41度にも上るようだ。俺はふと周りの様子を見る。部下だけでなく、この場で働いている全員かなり辛そうに見えた。熱中症は毎年ニュースになるくらい侮れないものだ。このままでは誰かしら倒れても不思議ではない。俺が休憩を提案しようと考えていた時、水野が俺に声をかけてきた。渋川さん、お疲れ様です。今日は本当に暑いですね。ここは一度皆さんには休憩してもらいましょう。熱中症になりかねません。冷たいスポーツドリンクを用意してありますから。そう言っている水野自身、何度も汗を拭っていた。ありがたい申し出に、俺だけでなく他の者も表情を和らげる。ありがとうござ。俺たちがお礼を言おうとしたとき、刈谷の鋭い声が割り込んできた。おいおい、ただでさえ作業遅れてるんだ。休憩なんて生ぬるいこと言ってられないぞ。俺たちが視線を向けると、優雅にペットボトル飲料を飲みながら、手持ち型の小型扇風機の風を浴び、極めつけには首に巻くタイプの保冷剤を身につけている刈谷の姿が。しかも表情はなぜかドヤ顔で、俺たちを煽っているようにしか見えない姿だ。作業している方々の体が心配ですので。水野の言葉に刈谷は声を張り上げた。下請けに休む権利はない。契約切られたら困るだろ。契約という言葉に俺たちは思わず息を呑む。脅してるつもりなのだろうか。刈谷は勝ち誇った表情だ。刈谷さん、なんてことを言うんですか。権利がないなんて本気じゃないですよね。水野がすぐに刈谷に抗議するが、格下扱いしている水野の言葉など刈谷には届かない。この暑さでお前正気か？水野さんの提案は至極真っ当だ。ありがたいと思っていたところだよ。俺は思わず敬語も忘れて言い放っていた。おい、俺は元請けの現場監督だぞ。口の聞き方には気をつけろ。元請け、現場監督、そんな役職など今はどうでもいい。俺はきっと刈谷を睨みつける。作業の遅れを取り戻すのも重要かもしれない。だけど、実際作業をしている俺たちが動けなくなる方がよっぽど損害が大きいと思いますが。水野さんはそれを見越して休憩を提案してくれたのでしょう。それとも何ですか？私たちが熱中症で倒れた後、全責任を刈谷さんご自身で取れるんですか？俺は汗を拭いながら刈谷に問いかけた。刈谷の要望通り敬語でだ。刈谷はぐぬぬとうなり、体を震わせる。何も言い返せないのを見て、俺は胸がすっとした。これでみんなも気持ちよく休憩に入れるだろう。そう思っていたが、急に刈谷は俺を怒鳴りつけてきた。言いたい放題言いやがって。渋川、お前のそういうところが前から嫌いだったんだよ。そっちがその気なら本当に契約停止するぞ。いいんだな。嫌ならさっさと作業を続けろ。大人げないので口には出さなかったが、俺も刈谷のこういう無茶苦茶なところが前から大嫌いだった。
カリアさん、あなたという人はどこまでも。この後に及んでと、水野は呆れ果てている。俺も同じ気持ちだ。額を抑え、やれやれと首を横に振った。契約停止。それで結構ですよ。俺は笑い飛ばし、周りによく聞こえるように大声を出した。よし、全員撤収しろ。俺の一言で部下たちが速攻で持ち場を離れていく。他の下請け業者のリーダーたちも俺に習って撤収と口にしているのが聞こえた。ゾロゾロと持ち場を離れていく下請けたちの姿を見て、カリアは途端にうろたえ始める。おい、なんだ、契約を切られてもいいってのか？待てよお前ら、戻れ。通り過ぎていく下請けにカリアは怒鳴るが、帰ってくるのは冷たい視線のみ。彼らが下請けだからって何の権利もないとでも？カリアさん、この件は上に報告させてもらいますから、しっかり責任を取ってくださいね。水野の発言にカリアは顔を真っ赤にして手持ち扇風機を地面に叩きつけた。なんだと？俺は水野をかばうように間に立つ。あなたの言動はすべてこの場にいた全員が見聞きしています。あなたの味方をする人は誰もいないでしょうね。俺は吐き捨てるように言い、水野と一緒にその場を後にする。作業音で騒がしかった建設現場に一人残されるカリア。ふざけるな！カリアの地団だと大声だけが響き渡っていた。俺たちが建設現場から工務店に戻ってすぐのことだ。俺が事の次第を上司や社長に説明していると内線が鳴る。社長が渋い表情で電話を切るのを見て俺は尋ねた。どうされたんですか？社長は神妙な顔で答える。いや、例の大手建設会社側がな、謝罪に来たいとアポを求めてきたんだ。おそらく水野が報告して問題が発覚したのだろう。社長が直々にこちらへやってくるらしい。水野やカリアも同行してくるのだろうか。渋川君、疲れているところ申し訳ないが、現場にいた者の代表として同席してくれるかね。社長の申し出に、もちろんです、と俺はうなずいた。それからしばらくして約束した時間に、建設会社の面々がうちの工務店にやってくる。やってきたのは建設会社の青木社長とカリアだ。水野も同席を望んでいたそうだが、他の仕事に追われているという。青木社長は俺たちのいる部屋に通されるなり、深く頭を下げて謝罪した。この度は弊社のカリアが大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。社長に続き、カリアも謝罪するが、内心は不服でしょうがないのだろう。ちらりと俺の顔を見て、拳を震わせているのが見える。うちの社長は残念そうに首を振った。青木社長、今回このようなことになり非常に残念です。御社とはこれまで信頼を築いてきたつもりでいましたが、どうやらうちが勝手にそう思い込んでいただけのようですな。俺たちが現場から戻って社長に直接報告した時から、社長はカリアの暴言にひどく腹を立てていた。何でも下請けに休む権利などないと言い放ったとか、御社ではそのように社員教育されているのですね。俺は隣でうなずきながらカリアを見る。カリアはエアコンの効いた室内だというのに、だらだらと汗をかいている。何か言いたげに口を開くが、言い訳などできるわけがない。この場で否定したところで、現場で直接見聞きした人間がたくさんいるのだから。カリア君、君が黙っていてどうする？青木社長に睨まれ、カリアは一歩前に歩み出る。しっかり謝罪しろ、という意味の青木社長の言葉をどう解釈したのかは知らないが、しどろもどろになりながら言い訳を始めた。私は、
現場の進行が遅れているので、ちょっと喝を入れようと思っただけです。俺は思わず社長と顔を見合わせる。青木社長はあんぐりと口を開け、刈谷に対して怒鳴りつけた。バカ者、誰が言い訳しろと言った。君には誠意というものが皆無のようだな。わざわざ君を連れてきた意味を考えるがいい。すみません。刈谷は情けない声を出してその場に手をついた。そして頭を床にこすりつけ、謝罪の言葉を何度も述べる。言われてからする謝罪に何の意味があるのだろう。俺は社長たちの邪魔をするまいとずっと黙っていたのだが、我慢しきれずに口を開いた。作業効率や予定が大切なのは重々承知していますが、我々のように作業をする人間は体が資本です。ですから今日のような猛暑日に水野さんのように気を使ってくれる方がいて本当にありがたいなと思っていたんです。俺は水野のことを思い出しながら言葉を続けていく。今にして思えば、現場監督という立場でしっかり仕事をしていたのは水野ばかりだったように思う。水野や他の役職の人間に刈谷は何度も注意されていたが、刈谷は自分一人で仮設事務所に引きこもってばかり。冷たい飲み物を飲みながらスマホゲームに興じるなど、およそ社会人とも呼べない低たらくだった。俺はついでだからと、日常的に刈谷がサボっていたことも告げる。おい、渋川、それは今関係ないだろ。刈谷が勢いよく顔を上げて俺を制止するが、青木社長の鬼の形相を見て、刈谷は瞬時に床に視線を戻した。青木社長は呆れ果てたように大きくため息をつく。社長としてお恥ずかしい限りです。こんな人間を現場に送ってしまっていたとは、皆さんには何とお詫びすればいいのか、本当に申し訳ございません。刈谷には厳正な処罰を下します。それは当然でしょうな。青木社長の言葉にうちの社長もうなずく。御社の水野さんと言いましたか。彼がいなければ、きっとうちの職人たちだけでなく、他の会社の人間にも害が及んでいたことでしょう。恐ろしい限りです。私はね、青木社長、下請けに権利がないと言い放ったことも腹立たしいが、渋川君たちを危険にさらすことを何とも思わない彼が本当に許せないんですよ。社長が刈谷を指さして声を張り上げた。いい。刈谷が小さな悲鳴を上げる。申し訳ございません。申し訳ございません。渋川君とは以前同じ会社で働いていて仲が良かったんです。そのよしみでつい軽口を叩いてしまいました。本心じゃないんです。ですからどうか。この後に及んで刈谷の言い分に俺は眉を潜めた。また言い訳ですか？仲の良し悪しは全く関係ないでしょ？どれだけ自分の責任から逃れようとするつもりですか？そもそも仲も良くなかったですし。俺の言葉に渋川と救いを求めるような目で刈谷が見上げてくる。俺は構わず言葉を続けた。しかも契約を停止すると脅しの言葉まで。人としてありえない発言です。あなたが今一番すべきは反省し、誠心誠意謝罪すること。これ以上お世話になっている青木社長に恥をかかせるのはやめたらどうです？俺の言葉にグーの音も出なくなったのか、刈谷はうめき声を出す。そしてすすり泣きながら、念仏のように謝罪の言葉を吐き出し続けた。後日、改めて建設会社社長が直々に謝罪にやってきた。刈谷の行動は言語道断だが、反して水野がよく現場を見て、俺たちにも気を使ってくれていたのも事実。その点を踏まえて、うちの社長や他の下請けの社長も現場に戻ると決めた。その代わり、建設会社はお詫びの気持ちとして、俺たち下請け側に支払う報酬をかなり増額すると約束したそうだ。元凶である刈谷にはもちろん厳しい処罰が下った。懲戒解雇、つまりクビだ。どうも刈谷は今回の現場以外でもいろいろと問題行動をとっていたらしい。刈谷を引き入れた
カリアの親戚が火消ししていたようで発覚が遅れたのだとか。今ではその親戚もカリア同様に会社を追い出され、カリアと揉めに揉めていると噂で聞いた。この度は本当にご迷惑をおかけしました。現場に復帰した時、水野が改めて謝罪してくる。俺たちは、水野さんは悪くないと笑う。それでも謝り続ける水野に、俺は手を差し伸べた。水野は戸惑いながらも、その手を握り返す。いい仕事をしましょう。俺が言うと、水野はやっと表情を和らげた。周りは君が契約を取ってきたのを知ってる。息子がいきなり担当になったらさ、ちょっと不自然だろ。社長はにやりと笑う。俺が地道な努力によってようやく取った契約を、コネ入社の予定の息子に担当させるというのだ。しかも俺が邪魔だからやめろと圧力までかけてくる始末。俺は、はがみした。どうせやめるなら、絶対にただではやめない。俺の中で怒りの感情が炎のように揺らめいた。俺の名前は野島。34歳の会社員だ。工業系の会社の営業部に勤めている。営業は華やかなイメージがあるかもしれないが、営業目標に追われたり、客先に断られることが辛くなったりとなかなかハードだ。だからこそ、根気よく通って契約をしてもらえた時の喜びは何よりも変え難い達成感がある。というのも、俺はつい最近10億の大口契約を取ったばかりだった。取引先は大手の外資系企業の日本支社。最初はろくに相手にされなかったが、俺は根気よく通い続けた。最終的に熱意に動かされたと、支社長と直接お話しする機会をいただき、この契約を進めることができたのだ。部長も同僚たちも俺の功績を褒めてくれた。だからといって浮かれてはいられない。気を引き締めて取り掛からなければと、俺はやる気に燃えていた。契約について報告した翌日、俺は出勤して早々部長に呼ばれた。何でも社長が俺をお呼びだという。普通社長室に呼ばれるなんて滅多にないことだ。社長に呼ばれる理由って何だろう。俺の頭には昨日報告した10億の契約が浮かんだ。心当たりはそれくらいしかない。今後も精進しろよと激励してくれるのだろうか。そんな風に気楽に考えていると、部長が申し訳なさそうな表情をしているのが気になった。あ、部長？俺は気になり、どうしたのか尋ねたが、部長はひたすら申し訳なさそうにするだけだ。俺は不安になりながらも、とにかく社長室に行くことに。いざ社長室に入ると、社長が笑顔で待ち受けていた。やあ、野島くんだね。よく来てくれた。部長から話は聞いているよ。あの外資系企業と10億の契約なんて本当に素晴らしいね。社長の様子に俺は拍子抜けする。なんだ、やっぱり心配するような内容じゃなかったのか。俺は部長の表情を思い出しつつ、ほっと胸をなで下ろす。社長から俺の功績を褒める言葉が次々と出てきて、気恥ずかしいながらも嬉しくなる。その時、社長から信じられない言葉が飛び出した。これで安心して工事に任せられるな。満足そうに笑う社長に、俺は一瞬にして目が点になる。唐突に出てきた名前に困惑した。え、あの、工事さんとは？続けざまに一体何を言っているんですかと言いかけて、俺は固まってしまう。社長はずっとニコニコしているのだが、目に妙な威圧感があると気づく。途端に言葉が出てこなくなってしまった。ああ、浩二は私の息子だよ。とても優秀なんだ。海外留学を終えて今度帰ってくるんだよ。近日中にうちの会社の君のいる営業部に入る予定だ。社長が浩二について説明する中、俺
俺は心臓の鼓動が激しくなり、嫌な汗が首を伝う。再び部長の申し訳なさそうな表情が頭をよぎる。それでね、野島くん、留学帰りの息子が10億の契約を引き継ぐから安心してやめろ。いいね。言葉の最後の部分は急に声が低くなり、有無を言わさない言い方だった。顔が笑っている分、かなり不気味だ。俺は勇気を出して口を開く。おっしゃっている意味がわかりません。今回の契約は、私が何度も根気強く足を運んでようやく。いいかい、野島くん。社長は腕を組み、ため息をついた。もう一度言う。うちの優秀な工事が引き継ぐから、安心してやめろ。3回目はないよ。俺が愕然としていると、社長は鼻で笑う。周りは君が契約を取ってきたのを知ってる。息子がいきなり担当になったらさ、ちょっと不自然だろ。君が何かしらの理由でやむを得ず退職する。そこへちょうどタイミングよく入ってきた。留学帰りで英語が優秀な私の息子が後を引き継ぐ。この方が自然じゃないかな。私の息子の初仕事として、大手企業の契約なら箔もつくし、名案だろ。やむを得ずだとか、ちょうどタイミングよくだとか、よくもまあ、都合のいい言葉が次々と出てくるものだ。何にせよ、不自然に決まっているじゃないか。お言葉ですが、承知できません。先方は、私の地道な努力と熱意の末に契約を決めてくださったんです。ここでいきなり私が退職して、まして新人が担当になるなんてありえません。私だからと言ってくださった支社長を裏切ることになります。くどいようだが、俺が契約を取ってきた外資系企業、日本支社の支社長は何度も通い詰めていた俺に興味を持ち、お忙しい中、直接話す機会を設けてくれたのだ。担当が野島さんなら私としても安心だ。あなたのような真面目で熱意のある人とのやりとりは実に気持ちがいいね。契約が決まった時の支社長の言葉が頭によみがえる。だからこそ担当は俺ではなくてはならないと、俺自身もそう思っていたのだ。俺の発言に社長は目を細める。そうか。君にはがっかりだよ。それなら君は今後、どんな扱いをされても文句はないね。俺は思わず、唾を飲み込む。脅迫は、するんですか？社長ともあろう方が。信じられない出来事の連続に、めまいがした。スーッと、俺の中で、何かが急激に冷めていく。わかりました。お望み通りやめて差し上げます。俺は頭を抱えて考え込んだ後、俺は退職を了承した。途端に社長は満面の笑みに戻り、俺のそばに寄ってきて、ポンと肩を叩く。そうかそうか。分かってくれたらいいんだよ。お詫びってわけじゃないけど、退職金は多少色をつけるからさ。いやあ、君が理解してくれて本当によかった。俺は立ち上がり、そのまま社長室を出た。扉を閉めるときに、社長の言葉が追い打ちのように聞こえてくる。ああ、退職の準備ができ次第、有給消化してくれていいからな。細かい内容はこちらで手配しておくから。実に気分の良さそうな笑い声だ。ヘドが出るとは、こういう感情かと思い知らされた。俺が部署に戻ると、部長が駆け寄ってきて、俺に向かって深く頭を下げる。力及ばずで本当にすまない。部長が言うには、社長からあらかじめ今回の企みを聞かされていたらしい。だが、俺を思って断固として反対してくれたそうだ。本当は、俺が社長室に行く前に、社長の企みを話しておきたかったそうなのだが、社長に圧力をかけられていたのだとか。
トップに立つ社長が息子を贔屓したいがために社員を退職に追いやるなんて、社長ご自身の信用に傷がつきます。誰も社長についていかなくなりますよ。部長は社長にそこまで言って説得してくれたそうだが、そこまで言うなら君も辞めるかね。確か娘さんの結婚が決まったばかりだと聞いたが、と部長の家族を持ち出されて何も言えなくなってしまったそうだ。卑劣にも程がある。部長は目を赤くして俺に謝罪を続けていく。俺に部長を責めることはできない。部長は何も悪くありません。社長を止めてくれたんですよね。ありがとうございます。俺が言うと話を聞いていた同僚たちも部長と俺に励ましの言葉をかけてくれる。俺はその場にいたみんなに社長室でのやりとりを話した。その場の誰もが苦い表情をし、中には自分のことのように腹を立ててくれる人もいる。こんなことなら社長との会話を録音しておけばよかったと後悔したが、まさかこんな状況になるとは想像できるわけもなかった。退職の用意ができ次第、有給消化に入ります。少し早いですが、皆さん、本当に、今までお世話になりました。俺が頭を下げると、しんみりした空気が流れる。俺はなんとか冷静に振る舞ってはいたが、内心は悔しさでどうにかなりそうだった。証拠はなくても、絶対にただでやめてやるもんか。この時点で、具体的に何も思いついてはいなかったが、俺は強く心に決めていた。社長室での一件から数日後、社長の息子の浩二が俺のいる営業部に入ってきた。整髪剤で髪型をビシッと決めており、俺でもわかるくらい高級ブランドのスーツに身を包んでいる。あなたが野島さん？父さんから聞いてましたよ。僕に10億の契約担当を譲ってくれた人でしょ。もう辞めてとっくにいなくなってると思ってたのに、なんでいるんです？譲ったつもりなんか1ミリもないですけど、それに辞めるにしてもやるべきことがたくさんあるんです。浩二は来て早々俺に突っかかってきた。内容を聞いて俺は思わず失笑してしまった。同僚や部長が冷たい目で浩二を見ていたが、浩二自身は気がついていない様子だ。ま、僕みたいな優秀な人間にかかれば野島さん以上の成果が出せるのは言うまでもないです。ま、見ていてくださいよ。もうすぐいなくなるんでしたね。なんかすみません。社長に似た笑い方をする浩二に、俺は小さくため息をついた。あからさまな挑発に怒る気にもなれない。周りからはひそひそと、よく言うよなとか、社長の息子だからってと、同僚たちの不満げな言葉が聞こえてくる。俺はあえて浩二に向かって微笑んだ。さすがは社長の息子さんだ。頼りになる言葉ですね。俺が悔しそうな表情をすると思ったのだろう。浩二は目を丸くした。なんだよ。案外情けない人ですね。少しは悔しそうにしてみせたらいいのに。浩二は気味悪そうな目を俺に向けて自分のデスクに戻っていく。その瞬間、俺の表情から笑みがすっと消えた。笑っていられるのは今のうちだ。浩二の後ろ姿を睨み、俺は引き継ぎ用の資料作成に取り掛かった。それからさらに数日後、明日から俺は有給消化に入る。実質今日が俺の退職日だ。今日で最後かとしんみりした気持ちで部署に向かう。営業部に足を踏み入れた途端、俺に向かって近づいてくる人物がいた。社長だ。なぜ営業部に？そう疑問に思うよりも早く。おい、担当のお前から何とか説得しろ。俺にそう怒鳴りつけてくる。あ、ちょっと、何ですかいきなり。尋ねると、なんと例の外資系企業から契約破棄にしたいと電話で連絡があったという。ああ、
そういうことか。俺は心の中で納得する。ちらりと見ると、社長の後ろで浩二が顔面蒼白になっているのが目に入った。社長が俺の肩を揺すり。いいから早く説得してこい。お前が担当だろ。と、同じ内容のセリフを吐いている。それくらい混乱しているようだ。あ、いえ、息子さんの担当なので無理ですね。社長ご自身が決めたんでしょ？お忘れですか？俺は苦笑しながら言う。だって、そうとしか言いようがない。ここぞとばかりに部長や同僚たちが、その通りですよ！と、俺を援護してくれる。それはそうだが。全員が俺の味方をするせいか、社長はたじろぐ。浩二は入社してから今日まで何回か先方に挨拶や打ち合わせに行っていた。俺は浩二と極力関わらないようにしていたので、同僚たちの話を聞いただけなのだが、浩二は留学帰りを鼻にかけ、日常会話でも何かと英語を織り交ぜて、周囲にマウントを取っていたようだ。自分が優秀であり、人生の勝ち組と言わんばかりの行動も、聞いた人がみんなドン引きするほど非常識だったのだとか。どうせ取引先で問題行動でもしたんだろうなぁと思っていると、浩二が俺に向かってわめいた。僕に何も問題なんてなかった！まるで心を読んだかのような発言に俺は苦笑する。そもそもどうして契約破棄になったのか、ちゃんと理解されていないようですね。俺の発言に、社長と浩二は顔を見合わせた。先方が契約破棄を申し出たのは、私が社長を訴えるからです。まあ、他にも私が担当で亡くなったことや、新担当の浩二さんの無礼な言動も含まれているでしょうけど。なんだと？社長は驚愕の声を上げる。俺は退職を強要されたのを理由に弁護士に依頼して社長を訴えると決めていたのだ。退職日までの間に弁護士さんに相談し着々と準備を進めていた。契約内容には社会的信用についても記載があります。社員に不当な理由で退職を強要したと訴えられる会社を信用できないと考えても無理はないでしょうね。ああ、今回の事情を知る部長や同僚の皆さんが証言をしてくれます。なので社長、浩二さん、あなた方に逃げ道はありませんよ。契約破棄の連絡が来た時点で、それも先方から説明されていたと思うのだが、きっと社長は、契約破棄という言葉だけでパニックになり、全然耳に入っていなかったのだろう。実は、退職が決まってから、私は先方の担当者様にご連絡したんですよ。当然ですよね。私の退職で担当が変わるのですから。ただし、と俺は付け加える。俺は、どうせ辞めるのだからと、事実を包み隠さず伝えたのだ。正直、内心やけになっていたせいもあると思う。この時は、せめて社長と息子の実態が噂として広まればいい。その程度の考えだった。事情を知った担当から、支社長まで話が伝わったのだろう。後日、支社長から直接、俺の社用スマホに連絡が来る。辞めるなら、ぜひうちで働かないか？あなたのような優秀で熱意のある人が来てくれたらとても心強い。そう言ってくれた時は本当に驚いた。その時に支社長が話してくれたのだが、新しく担当になった浩二は、ビジネスに関して何もわからない新人同様で、なぜ新担当になったのか疑問だったそうだ。なので、俺が退職になった理由を担当者から伝え聞き、納得がいったらしい。こうして、俺は支社長の誘いを受けることに決めた。俺が社長と浩二に説明し終わると、部長が口を開く。
その話を聞いて心から良かったと思ったよ。野島くんには本当に申し訳なく思っていたからね。部長。部長は俺の退職が決まってから、部長自身も個人的に俺の再就職先をいろいろと探してくれていたらしい。俺は社長親子に向き直る。そういうわけで、私は部長の勧めもあって社長を訴えようと決めたんです。支社長もあなた方を信用できないとお怒りになっていましたよ。息子かわいさに不当な理由で社員を退職に追いやる会社なんてありえないってね。社長と浩二は悔しそうに俺を睨みつけた。そんなことぐらいで契約破棄なんて不当だ。あんな大手に自分だけずるいぞ。それぞれが思い思いに俺を罵倒する。俺は思わず吹き出した。不当？ずるい？全部あなた方にそっくりそのままお返ししますよ。不当に私を退職に追いやった社長と、ずるい手段で入社と同時に手柄を立てようとした息子のあなた方にね。俺の発言に部長も続く。野島くんの言う通りです。私は何度も説得しました。思いとどまってくだされば、こんな事態にはならなかったはずです。社長が、貴様、口を慎め！と部長につかみかかろうとする。俺は部長をかばうように立ちはだかり、社長に向かって言い放った。とにかく、私にはもうどうにもできませんよ。もう新しい担当は浩二さんなのですから。何かアクションを起こすなら、責任を持って息子さんに任せてください。浩二はその場にヘナヘナと座り込んだ。なんでこんなことに？浩二は、整髪剤で固めた髪型をかきむしり、床に顔を伏して泣き始める。俺は呆然とする社長と泣き続ける浩二に向かって笑う。それでは、お世話になりました。社員の皆さんの信用を失い、10億の契約もなくなって、今後はかなり大変でしょうけど、頑張ってくださいね。俺が皮肉を込めて励ましの言葉を送ると、社長は悔しそうに金切り声を上げた。俺の退職からおよそ1ヶ月、俺は部長と会って話を聞いた。部長も退職届を提出したそうだ。幸い友人の会社に誘われてね。と話してくれた。今回の一件が会社中に広まり、部長のように不信感を募らせて退職届を提出する社員が後を絶たないらしい。そのうち倒産するかもしれん。あの親子にふさわしい末路だな。と部長は笑っていた。俺が依頼した弁護士さんと証言に協力してくれたみんなのおかげもあり、俺は社長から慰謝料をもらうことが決まった。退職金と合わせて結構な額になったのだが、これからの人生のため有意義に使おうと思う。俺は例の外資系企業で今日も元気に営業の仕事をしている。外資系というだけあって日本の企業と違う点も多々あるが、気持ちを新たに頑張ろう。は、なんだよお前、じいさんのくせに課長止まりなの？よっぽど仕事ができないんだな。それとも過去に何かやらかしたか？新社長が俺を笑う。理不尽に俺の部下を怒鳴っていたので、間に割って入ったところ、このありさまである。俺は黙って聞いていたが、最終的にクビだとまで言われ、自分の中で何かが切れる音がしたのを聞いた。俺は梅野、57歳の会社員だ。大学を卒業してからずっと今の会社で働いてきた。現在は技術開発部の課長をしている。俺の年齢からすると少々役職が下に思われるかもしれないが、それには理由があるのだ。というのも、入社当時は営業部に所属していた。人と接する仕事自体は嫌いではない。だが、売上目標や同僚同士の競い合いなど、精神的に疲れてしまったのが本音だ。俺を心配した妻の勧めもあり、40歳の時に
俺は異動願いを提出し異動した。俺の役職が年齢に対して低めに思えるのはそのためだ。もともとは工業大学に通っていたのもあり、俺はこの部署の仕事に向いていたのかもしれない。人の何倍もの努力を重ね、俺はいくつかの功績を作ることもできた。今では部署移動してよかったと思っている。うちの会社はいわゆる親族経営だ。専務など重要な役職のほとんどは会長の一族がついている。当然、社長も今までずっと一族の中から選ばれてきたそうだ。今の社長も会長の息子さんだが、特に悪い話を聞いたこともない。むしろ、身内だからって過度に贔屓しないと、俺たちのような一般の社員たちからは評判だ。しかし、その評価は一転する。社長が会長になり、会長の甥の和也が新社長に就任したのだ。今までずっと一族の中から新社長が選ばれてきたのだから、それ自体は特に不自然でもない。だが、この和也という男、かなりのくせ者だった。妻子持ちなのに、若い女性社員に堂々と言い寄る。自分の娘や知人の子供をコネ入社させ、彼らが好き放題しても知らん顔。和也の意見に少しでも反対を唱えれば、口答えとみなして嫌がらせの対象になる。こんな感じで、新社長に就任して間もないというのに、悪い噂が絶えない。その結果、会長の一存で決めた新社長ではないとしても、会長に対してがっかりした社員も多かったのだ。もちろん、普通なら証拠を集めて、新社長の暴挙を叱るべき場所に訴えるなりするのが正しいのだろう。しかし、社内には至るところに会長の一族、あるいは一族と親しくして、美味しい思いをしてきた社員の目がたくさんある。つまり、何か不審な動きがあれば、すぐに和也の耳に入るだろう。俺はこの異様な状況に寒気を覚えていた。そんなある日、俺はお昼休憩から部署に戻ろうと廊下を歩いていた。なんだお前、高卒のくせに働かせてもらってるんだろ？その会社の社長だぞ俺は。お前みたいなやつを見てるとイライラする。高卒で空気も読めない無能なんて、雇うだけ人件費の無駄だぜ。すみません。大声が聞こえてきて俺は首をかしげる。足早に近づくと、遠巻きに眺めている社員たちで人だかりができていた。これだけ人がいて止めようとしないなんて、俺は内心呆れながら人の間を縫うようにして誰が揉めているのか確認する。相手を確認して俺は動揺した。鈴井君、それに社長、どうされたんですか？俺の部下である若い社員の鈴井と、例の新社長、和也だったからだ。和也は、あーっと俺を睨みつける。俺は鈴井の上司で、課長であると名乗った。和也は鼻を鳴らす。あんた部下にどういう教育してんだよ。俺はただ楽しく女性社員とおしゃべりしてただけだっつーのに、こいつが横入りして邪魔しやがったんだ。和也の話を聞いただけで大体の光景が想像できた。和也は新社長という立場を使って様々な女性社員に言い寄っているという噂もある。今の話は事実かい？俺は念のため鈴井に確認した。鈴井は青ざめた表情ではあったが否定する。何でも女性社員が和也に言い寄られていて、見るからに困っていたらしい。そこで鈴井は勇気を出し、さりげなく女性を逃がしてやったんだとか。それが和也の怒りを買い、
名前と所属、学歴まで聞き出され、大声で責め立てられていたというわけだ。俺は辺りを見渡したが、言い寄られた女性はどこにもいないと鈴井は言う。まあ逃げてしまったのだろう。話を聞きたかったのだが仕方ない。お話はわかりました。ですが社長、あなたの発言を正当化するわけにはいきません。鈴井を大声で怒鳴りつけ、しかも学歴を持ち出した暴言まで。立派なハラスメントですよ。俺の発言に周囲はどよめき、社長は声を荒げた。なんだと？お前ふざけるなよ。俺を誰だと思って。高卒がどうと鈴井に言っておられましたね。確か歴代の社長の中には最終学歴が中卒でありながら見事に社長業を成し遂げられた方もいると聞いております。俺に遮られ顔を一気に真っ赤に染める和也。歴代の社長に学歴の低い人間がいるのを和也自身も思い出したのだろう。肩を震わせ、今にも俺につかみかからんばかりの形相だ。しかし和也は思いついたようににやりと笑う。確かに俺の認識は間違っていたようだ。この鈴井とかいう男は仮にも若い人間で、まだ伸びしろがあると言っていいだろう。だがお前はなんだ。年だけ取って目上の俺に説教じみた発言をする。ほんと老害もいいとこだぜ。続けて社長は改めて俺の名前と役職を尋ねる。先ほど名乗ったはずだがと俺は疑問に思いながらも答えた。途端に和也は笑い出す。はっ、なんだよお前、じいさんのくせに課長止まりなの？よっぽど仕事ができないんだな。それとも過去に何かやらかしたか？これを言いたいがために聞き直したのか。俺が呆れていると鈴井が口を挟む。梅野課長は社長が思うような方では。鈴井くん、寄せ。俺は鈴井の発言を止めた。和也に対して否定的な発言をしたら、また鈴井が標的になってしまう。和也はひとしきり笑い終えると、俺に指を突きつけた。終身雇用の時代は終わりだ。お前みたいな老害は首ね。細かいことはこっちでやるから、明日から有給消化に入っていいよ。人だかり、そして鈴井から驚きの声が上がる。和也はドヤ顔で俺に笑みを向けていた。老害という言葉の意味を何か履き違えているのではないだろうか。意味もわからずに言葉を使い、まして自分が一番会社にとって害になっている自覚がないのだから、この会社に未来などないのかもしれない。それでも首という言葉は俺に重くのしかかる。そうですか、残念です。ですがせめて今私が受け持っている仕事だけはやり遂げさせていただけませんか。若い部下を守れるならと思う反面、俺は今抱えている仕事を放り出したくなかった。和也はにやけた顔のままため息をつく。俺は再度お願いし、仕事について説明しようとしたが、和也は聞く耳を持たない。は？しつこいな。お前の仕事なんてどうせ大したもんじゃないだろ。こっちで何とかしとくから。これで無駄な人材を一人処分できたな。和也はぐるりと周囲を見渡しながら言う。まるで俺に逆らう奴はこうなると知らしめるかのように。和也の意図が伝わったのか、人だかりが徐々に減っていった。んじゃそういうことでよろしく。あ、人事に掛け合っても無駄だから、みんな俺の身内だし。和也はあははと笑いながら去っていく。鈴井が今にも泣きそうな声で俺に謝罪した。僕のせいで梅野さんがクビなんてありえません。僕が辞めます。梅野さんはだって重要な。鈴井くん、いいんだ。
俺はやんわりと鈴井の言葉を遮った。それから君は悪くない。自分を責めてはいけないよ。悪いのは恥も外聞もないあの新社長なんだからね。鈴井はこらえきれず涙を流し始める。俺はポケットからハンカチを差し出すと軽く鈴井の肩を叩いた。翌日、俺は社長の言う通りに自宅で過ごしていた。夕べのうちに妻には事情を話していたのだが、長年勤め続けたあなたを言うにこと書いて老害ですって？ありえないわ。と俺以上にご立腹の様子だ。もちろん俺に対する首宣告が不当なものだとわかっている。だからこそ俺はただ辞めるつもりはない。妻の他にも首についてある人物に相談をしておいたのだが、そろそろ連絡が来る頃だろうか。俺がそう考えているとスマホに着信があった。表示を見ると目当ての人物ではない。むしろ電話帳に登録されていない番号だ。俺は念のため電話に出た。梅野、てめえふざけんな。電話に出るなり大きな声が耳をつく。俺は思わず顔をしかめてとっさにスマホから耳を離した。どこで俺の電話番号を？と思ったが、元職場の誰かしらから聞き出したのだろう。俺の部署の部長や部下数名は俺の電話番号を知っている。和也の電話についてもあれだろうなと思い当たるものはあったが、俺はあえて知らないふりをした。社長直々に電話なんて一体どうかされましたか？お前しらばっくれるなよ。今日のプレゼンの担当者だって言うじゃないか。ふざけやがって。うちの会社にとってどれだけ重要なものかわかってるのか？ええ、そうですけど。俺があっさり認めると、和也は一瞬口ごもる。なんだよその態度。お前自分が何をしたかわかってんのか？和也の言い分に俺は苦笑した。そのお言葉そっくりそのままお返ししますよ。だから私は昨日、今抱えている仕事だけはやり遂げさせてほしいとお願いしました。実を言うと、今日は我が社の社運をかけた最重要顧客との商談が控えていたのだ。俺がメインで設計した機械製品のプレゼンを俺がすると決まっていた。さすがの和也でも今日のプレゼンが重要であると認識していたらしい。和也は今朝早くに技術開発部にやってきて、担当者を呼べ。俺自ら激励の言葉をくれてやる。と大声で言ったそうだ。だが社員たちは冷めた目を向けてシーンと静まり、誰も担当だと名乗り出ない。和也は苛立ち、鈴井に詰め寄ったのだとか。担当はどこにいる？まさかまだ出社していないのか？社長が昨日クビだと言い放っていましたが。鈴井や部長が和也に説明した。和也は今日のプレゼンが重要だとは認識していたが、誰が開発者であり、誰がプレゼンを担当するかなど、詳細を全く把握していなかったのだ。これで会社の社長だというのだから笑ってしまう。昨日もしやとは思いましたが、まさか本当に理解していなかったなんて。俺が呆れてつぶやくと、うるさい！そんな細かいこといちいち知るかよ！俺は予定と結果だけ分かってればいいだろ！と、子供じみた言い訳が返ってくる。つくづくありえない。世界広しといえど、ここまでの社長もそうはいないだろう。結局、鈴井や部長たちに代理でプレゼンさせたが、結果は散々だ。先方も聞いていた担当はどこだ。当日になってこれはあまりに無責任だって怒ってるんだ。機械製品の開発には
鈴井を含む部下たち数名も関わっていたが、プレゼンについてはほとんど俺一人で手掛けていた。もちろん鈴井たちは技術者としてのスキルは高い。だがプレゼンなど人に対して説明する場面の経験が少なかった。その点俺は過去に営業部に所属していて、プレゼンの経験もみんなよりはあったので、さらに適任だったというわけだ。しかも部長の奴らめ、先方にバラしやがったんだ。俺が昨日、プレゼン担当の梅野をクビだと言ったせいだとな。俺は、それはそれはと苦笑した。そうですか。鈴井くんたちには嫌な思いをさせてしまいました。でも部長や鈴井くんたちは頑張ったんですから責めないでくださいね。だって全部社長が招いた結果じゃありませんか。あなたが真面目に社長として仕事をしていたら、こんな事態は起きませんでしたよ。違いますか？電話の向こうから鼻をすするようなくぐもった音が聞こえてくる。まさか泣いているのだろうか。40を過ぎた大の大人が自分のせいで収拾がつかなくなって泣きべそをかくなど情けない。頼む、戻ってきてくれないか。首は撤回してやるから、お前が誠心誠意謝ってくれれば先方も考え直すかも。和也がそこまで口にしたところで俺は吹き出した。この後に及んですごい上から目線ですね。首は撤回してやる、しかも私が先方に謝罪するのですか。ありえませんねと俺は吐き捨てる。そもそも社長はクビと簡単におっしゃいましたが、まさか自分のその一言で片付く問題だと思っていましたか。私はクビになったつもりはありません。クビの理由は全くもって不当ですから。しかも私たちの周りには何人もの目撃者がいました。私はこれから弁護士に依頼してあなたと戦うつもりでおりますので覚悟なさってください。俺が和也の電話を取る前、待っていたのは弁護士の連絡だった。俺には弁護士の友人がいて昨夜相談したのだ。あいにく友人自身は手一杯のようで、代わりに信頼できる人を紹介してもらえるという話になっていた。お前冗談だろ？社運をかけたプレゼンがダメになって挙句に訴えられるなんて。そんな弁護士という単語がよほど効いたのか、和也の声は震えている。え？うわぁ、ちょっと、いきなり何を、やめ、ちょっと。唐突に電話の向こうが騒がしくなった。和也が何者かと争うような音が聞こえてくる。おいが失礼しました。しばらくして静かになり、和也とは違う穏やかな声が聞こえた。もしや、会長でいらっしゃいますか？おいという言葉から俺は質問する。電話の向こうで会長は、ええと返事をし、俺に心からの謝罪を告げた。鈴井が助けた女性社員が、こっそりと和也に反感を持つ社員同士のつてを頼って、なんとか会長に直接連絡することに成功したらしい。昨日の出来事や、和也の新社長としての振る舞いを、女性社員から聞いた会長は事実確認のため和也の元へやってきたのだ。話の流れで知ったのだが、実は会長は新社長を一族の中から選ぶつもりはなかったという。私としてはずっと頼りにしていた営業本部長を次期社長に選びたかったのですが、株主や身内の多くから反対の声が上がり、最終的に株主総会で和也が選ばれたのです。すべては自分の力が足りなかったせいだと再び会長は謝罪する。私もあなたの首は不当だと考えております。謝罪と今後についてお話ししたいので、大変申し訳ないのですが、ご都合の良い日で大丈夫ですので会社までお越し願えないでしょうか。俺は弁護士と同伴でいいのならと了承した。
最後に電話の相手がまた和也に戻る。くそ、なんで社長の俺が頭を下げなきゃならないんだよ。未だ悪態をつく元気があるのがすごい。俺はため息混じりに言う。最後なので言いますけど、社長だから偉いのではなく、社員に慕われるような仕事をし、社員を思いやるからこそ偉いんですよ。社長イコール偉い、なんてせいぜい子供の発想でしょう。俺の言葉が突き刺さったのか、和也はうぐっと声を漏らした。あなたは私だけでなく、全社員に謝罪した方がいいでしょうね。それでは後日、弁護士と一緒にお伺いしますので、今後についてじっくりと話し合いましょう。まだ和也は何か言っていたようだが、俺は構わずに通話を切る。和也との通話から少しして、待っていた弁護士の友人から電話が来た。俺は社長、会長とのやりとりを伝えると、それなら同席してもらえるよう頼んでくれると言ってくれた。友人との電話も終わり、ようやく息をつくと、妻がお茶を目の前に差し出す。お疲れ様。ああ、本当にな。でもなんとか話はまとまると思う。俺が苦笑すると、妻も隣に座りお茶をすすった。後日、和也は当然ながら社長の座を剥奪され、多額の損害賠償を請求されたそうだ。和也のコネで入社し、好き勝手していた人間たちも同様に解雇された。会長は改めて次期社長は、一族とは関わりのない営業本部長だと発表。株主や他の一族たちも、和也の失態の大きさから文句は言えなかったという。俺はというと、電話の翌日に弁護士と共に会社へ向かった。話し合いの末、かなりの額の慰謝料をいただくと決まり、会社に戻ることにした。正直、最初は会社に戻るつもりはなかったのだが、妻との老後を思うと、仕事をしていた方が堅実だろうと考えたからだ。俺が戻ると部下たち、中でも鈴井は特に喜んでくれた。俺は今後、鈴井たち若い人間を育成するのに重きを置いて仕事に励んでいこうと思う。親父は大企業の専務だぞ。同級生からお決まりの言葉が吐き出される。高校の時からいつもこいつはこうなのだ。親が偉ければ自分も偉いと勘違いしている。俺は直前に受けた屈辱も相まって、ついに堪忍袋の尾が切れた。俺の名前は和也。33歳の会社員だ。幼い頃から両親が仕事で忙しく、母方の祖父母の家で過ごすことが多かった。普通なら寂しくて不満がたまるだろう。しかし、最低でも月に一度は、両親揃って俺とゆっくり過ごす時間を作ってくれた。両親、そして祖父母の愛情のおかげだろう。俺は特に反抗することもなく成長していった。そういった環境もあり、高校は祖父母の家から近い学校に進学した。学校で何より楽しみだったのは、祖母が俺に持たせてくれるお弁当だ。卵焼きにきんぴらごぼう、生姜焼きなど、俺が好きなものをたくさん入れてくれる。お前の弁当茶色いな。ザ・おばあちゃんの弁当って感じ。俺は決まってうんざりした気持ちで顔を上げる。高校の頃、毎度のように俺の弁当を覗き込み、うざがらみしてくる奴がいたのだ。名前は龍太と言って、クラスの中でも特に目立つ存在。家が裕福で、何かと自慢話ばかりする嫌な奴だ。俺の弁当はいつも料理人が作ってくれる最高の弁当だぜ。彩り豊かな弁当を見せつけてきて、俺は内心突っ込みを入れる。いやいや、おかずの中に有名な冷凍食品とか入れててよく言うよ。彩りやソースでごまかしてはいるが、よく見るとメジャーな冷凍食品など
見覚えのあるものがいくつもある。口に出さないのは、うざがらみが悪化しそうで面倒だからだ。俺の弁当にもたまに冷凍食品は入ってるし、否定するつもりはないが、とんだ料理人の弁当である。おそらく竜太は、自慢のために嘘までつく性分なのだろう。思い返すと、この頃から竜太のような人間にはならないようにしたいと思っていた。月日が流れて現在、今日は俺の高校の同窓会。今までも何度か同窓会の知らせは受け取っていたのだが、仕事に明け暮れていてずっと欠席していた。和也、久しぶりだな。元気にしてた？やだ、男前になったじゃない。旧友たちと会話を楽しみながら、俺は楽しかった高校時代の思い出に浸る。みんなでワイワイしていると、高校時代に帰ったようだ。おい、和也が来てるって？そこへある人物の声が割り込んでくる。声の主は竜太だった。年相応の見た目に変わったものの、人を馬鹿にしたような笑みは高校時代から全然変わってはいない。久しぶり。俺が一応挨拶すると、竜太は腕を組む。なんだよ、今までずっと欠席してるから、貧乏すぎて同窓会の会費も払えないのかと思ったぜ。一丁前に高級ブランドのスーツなんて着やがって、ずいぶん小綺麗にしてるじゃねえの。確かに、今日のために俺は気合を入れてブランドのスーツを新調していた。と言っても、小ざっぱりとして控えめな色合いの、あまりブランドを主張しないタイプを選んだつもりだったのだが、一応、昔から金持ちアピールをしていただけあり、竜太の目はそれなりに肥えていたのだろう。ともあれ、相変わらずの暴言に、俺は眉を潜めた。昔の俺だったら、苦笑するだけで終わらせていたが、俺はもうおとなしいだけの高校生ではない。俺は竜太に言い返した。いやいや、どういう妄想？相変わらず失礼な奴だな。単純に仕事で忙しかったんだよ。俺が呆れて言い返すと、竜太は一瞬驚いた顔をする。俺が言い返してくるとは思わなかったらしい。だがすぐに、鼻を鳴らして切り返してくる。ああ、なるほど。生活費を稼ぐので精一杯だったと。どうせ大学も行けなくて、底辺の仕事でもしてたんだろ。惨めだよな。反対に俺は、親父のいる会社でエリート街道まっしぐらって感じですけど。なんて言い草だ、と俺は竜太を睨みつけた。こいつは昔から何かと、底辺や貧乏という言葉を使いたがる傾向がある。どんな仕事であれ、底辺なんて言葉を使っていいわけがない。俺と竜太の間で、見えない火花がバチバチと散る。ちょっと、つまんない言い合いはやめて飲みましょうよ。そうそう。てか、竜太が失礼すぎなんだよ。和也、ごめんな。こいつもうかなり酔ってるからさ。同級生たちがなだめてくれたおかげで、俺たちの間の空気が和らいだ。そうだ、俺だって何も喧嘩をしに来たわけじゃない。せっかく久しぶりにみんなに会えたのだ。楽しく過ごしたいに決まってる。竜太は自分が悪いと指摘されて不服なのか、その後も断るごとに俺にちょっかいをかけてきた。俺がその度に受け流していると、そのうち何も言わなくなった。この時は、ようやく諦めたかと思っていたのだが、そうではなかったと、俺はすぐに思い知らされることになる。ずいぶん時間が経ち、そろそろ二次会に行くかどうかの話が出始めた。明日は一応休みだけど、どうしようかな。俺が考えていたその時、事件は起きた。おっと、手が滑った。わざとらしい口調が聞こえた瞬間、俺に向かって何かが飛んでくる。うわっ、とっさに腕でかばったが、香ばしい香りと一緒に何とも言えない感触が手首を伝って落ちた。
飛んできたものの正体は、ミートソースとチーズたっぷりのラザニアだったのだ。テーブルに出されて時間が経っていたおかげか、熱くなかったのは不幸中の幸いだろう。大変、和也くん大丈夫？おい、リュウタ何やってんだよ。同級生たちが俺の心配をし、リュウタを叱りつけてくれたが、リュウタは反省の色もなく俺を見下ろしていた。せっかく新調したスーツを汚されただけでなく、食べ物を粗末にするなんて、本当に許しがたい。悪いな、和也。聞いてただろ？手が滑ったんだよ。事故だよ、事故。仕方ないじゃん。は？だからって謝罪の言葉もないのはありえないだろ。大げさに肩をすくめるリュータを、俺は不満の言葉と一緒に睨みつけた。俺の援護をするように、同級生がリュータを怒鳴りつける。嘘つけよ。取り皿にラザニアを大量に持って、狙いすましてカズヤに投げつけてたのを、俺は見てたぞ。見てたのかよ。同窓会とあって、大人数がいるのだから、目撃者がいて当然だろう。カズヤに謝れよ。同級生たちの非難の声が多数上がり、リュータはここで逆切れした。ああ、もう、うっせえな。お前ら誰に何言ってんのか分かってんのか。親父は大企業の専務だぞ。はいはい。弁償でも何でもしてやるよ。そんなの経費で落としてやる。だからもう、それでいいだろう。まさかの言い分に、俺たちは言葉を失ってしまう。高校卒業から、こいつは一切成長していないらしい。というか、仕事に関係ないことを経費で落とせるわけないだろう。俺と同じ気持ちなのか、同級生たちも冷たい目でリュータを見つめている。その視線がまたリュータの感情を逆なでしたのだろう。さらにリュータは早口で声を張り上げる。なんだよ。昔っからジジババの家で暮らしてたくせに。一丁前にブランドのスーツなんか着やがって。生意気なやつ。ふん。どうせ背伸びして買ったか、レンタル品だろう。同窓会ごときで張り切っちゃってさ。そういや、未だに両親はあくせく働いてんのかよ。ジジババに子供預けて馬車馬のように働かなきゃならないなんて。どうせお前の両親もろくでもないよな。ああ、俺は生まれつき恵まれて、神に感謝だわ。よくもまあ、これだけ長い内容をペラペラと一気に喋れるものだ。ある意味感心する。言いたいことはそれだけか？俺は静かに問いかける。いつも穏やかな俺からにじみ出る怒りを感じ取ったのか、一瞬だけリュータはひるんだようだ。しかし、すぐにいつもの調子に戻り、馬鹿にしたように笑う。例えば、親父はお前程度の高級スーツなんていくらでも。俺はリュータの言葉を遮った。また親の話かと、うんざりだ。お前さ、いつも親父さんの話を持ち出してマウント取ってくるけど、実際、どこの大企業に勤めてる専務さんなんだよ。息子のお前があまりに下品だから、にわかに信じられないんだけど。俺はあえて挑発的な言葉を選び、問いかける。効果は抜群だったようで、みるみるうちにリュータの顔が赤くなる。リュータが感情的に父親の勤める大企業の名前を言ったところで、俺は納得した。なるほど。傘下の子会社か。お前の親父と役員、全員呼べ。普段なら俺はこんな言い方、行動は決してしない。だが、俺を馬鹿にするだけでなく、家族までこきおろしたリュータには、目に物を見せてやらなければ気が済まなくなっていた。リュータは完全に、俺の地雷を踏み抜いたのだ。は？お前、何言ってんの？なんでお前ごときの前に、親父と役員を呼ばなきゃなんねえんだよ。頭がどうかしちゃったか？俺の言葉に、リュータはもちろん、
周囲の同級生も戸惑っている。俺はやれやれと首を振り、龍太に教えてやることにした。お前のご自慢のお父さんだけど、俺の父が経営するグループ会社の子会社の専務だよ。それから昔から思ってたことだけど、すごいのはお父さんでお前じゃないから。俺が前々から感じていたことを一緒に告げると、それな、と同級生たちの中から声が上がる。俺の両親、特に父はグループ会社の後継ぎという立場から非常に多忙な人だった。何せグループ会社の社員は合計15,000人にも上る。問題や課題が次から次へと現れて、休む暇もないのは簡単に想像できるだろう。母はそんな父を公私ともにサポート。そういう理由もあり、俺はいつも母方の祖父母のお世話になっていたのだ。俺は高校卒業後、すぐに海外へ留学し、その後は父のグループ会社の本社で働き始めた。あえて親の存在は明かさず、平社員として働いているので、実際の会社の雰囲気や一般社員の会社への不満などを直接目にできる。先輩や上司からの忖度もないので、日々勉強になっていた。それらを語りながら、俺は証拠にと龍太にスマホを見せつける。スマホには父と母の三人で仲良く笑う写真が映し出されていた。嘘だと思うなら、グループ会社について検索をかけてみるといい。この写真の両親と全く同じ顔が、本社の社長、副社長としてヒットするはずだ。俺がそう言った時には、同級生の誰かが真っ先に検索していたのだろう。マジだ。やべえ。和也の両親ってすげえ人だったんだな。と感心したような声が聞こえてきた。同級生たちがざわつくものだから、真実だと龍太も気がついたのだろう。俺にも見せろ。龍太が同級生のスマホをひったくり、俺の表示した写真と交互に見比べる。そんな、嘘だろ。目に見えて、龍太の表情から血の気が失われていく。和也、さん。俺、今まであなたを誤解していて。今にも土下座せんばかりに俺に言い訳を始める龍太の姿に、俺は呆れてため息をつく。俺の両親が自分の父親より立場が上だと知った途端にこれだ。マウントに対してマウントで返すような真似だけはしたくなかったが、龍太にはこれくらいしないとわからないのだろう。両親や祖父母を馬鹿にされ、堪忍袋の尾が切れての行動だったが、俺はふと冷静になる。俺も一歩間違えれば、龍太のような人間になっていたかもしれないな。そうならなかったのは、お金の大切さや労働の大変さ、そして親を尊敬しても、その意向を息子の自分が振りかざしてはならないと、教えてくれた家族のおかげと言えるだろう。ともかく、お前の言葉も行動も、俺は全部覚えているから。証人もたくさんいるしな。俺は同級生がくれたおしぼりでラザニアの汚れを拭き取り、みんなに謝罪する。みんな、場をしらけさせてごめん。俺はこんな格好だし、二次会は遠慮させてもらうよ。同級生たちは口々に、俺に謝る必要はないと言ってくれた。また飲み会でもやろうぜ、と温かい言葉をかけてくれる。和也さん、許してください。お父様には、このことは言わないでください。お願いです。俺はあえて龍太の言葉を無視する。もう言葉を交わすのも嫌になっていた。待って、和也。龍太の必死の叫びを背に、俺は同級生たちに見送られながら同窓会を後にした。翌日、俺が家にいると父から連絡が入る。休み中なのに申し訳ないが、来れないか。父が言うには、龍太とその父が会社に来ているという。
俺が昨日の同窓会での出来事を簡潔に説明すると、父は納得したような声を上げた。いきなりやってきて平誤りで、こちらとしては要領を得なかったんだが、なるほどな。道理でお前にも謝罪したいとずっと言ってるわけだ。通話後、俺は急いで父の元へと駆けつけると、険しい表情の父と土下座している竜太親子の姿があった。特に竜太は父親に頭を押さえつけられている。息子が大変申し訳ございませんでした。俺がやってきたのを見て、竜太の父は改めて声を張り上げる。後で知ったのだが、竜太の父自身は昔から仕事ができて、おまけに誠実な性格で人望もある優秀な人だそうだ。それなのになぜ息子はこんな風になってしまったのだろう。竜太は床に顔を突っ伏したまま、視線だけで俺を見上げていた。目は真っ赤に充血し、涙が滲んでいる。高校時代から馬鹿にしていた俺に土下座をする羽目になって、さぞ屈辱でたまらないのだろう。おい、お前に謝罪の気持ちはないのか？ピシャリと父親に怒鳴られ、竜太はびくりと体を震わせる。恐る恐る顔を上げ、俺の父、そして俺自身へ視線を向け、震えた声で謝罪の言葉を述べる。この度は、和也さんが社長の息子さんとも知らず、大変失礼なことをして、大変申し訳ございませんでした。汚したスーツの弁償代、慰謝料はもちろんお支払いしますので、その、お許しください。ちらりと父が俺に視線をよこす。どうするんだと言いたげな視線に、俺は首をかすかに横に振ってみせた。そしてあえて丁寧な口調で、竜太に声をかける。私が社長の息子だからそう謝ってるだけですよね。知らなければこうして頭も下げていないでしょう。それにあなたは昨夜、弁償代を経費で落とすと言っていた。経費とは会社のお金です。ご理解していますか？あなたのような方が、うちのグループ会社に名を連ねているだけでも不愉快です。俺の冷たい口調に、竜太は目を泳がせる。隣で竜太の父親が呆れた目で息子を怒鳴りつけた。お前、経費でどうにかする気だったのか？そんなもの、まかり通るわけないだろう。専務である私の息子だから無理が通るとでも思ったのか？恥を知れ！申し訳ございません。竜太ははがみしながら謝罪するのみだ。真っ赤な目から涙がこぼれていく。黙って様子を見守っていた俺の父が口を開いた。ともかく、あなたの息子が社会人としてあるまじき言動を繰り返していたのは事実のようだ。父として、そして専務として、我々の納得のいく処分を頼む。竜太の父は、再び竜太の頭を床に押さえつけながら、自分も深く頭を下げてしっかりと返事をした。その後、竜太の父は改めて自分の息子が普段どのように仕事をしているのか精査をしたそうだ。結果、専務の息子というのを傘に着て、むちゃくちゃな振る舞いをしていたと露見した。今回の件のように、自分の私的な買い物を経費で落とすよう、経理の人間を脅したりもしていたようだ。経理の人が脅しに屈せずに、今まで受け入れなかったのは不幸中の幸いだが、専務の父親がいる限り、自分は何をしてもいい、そんな思い上がりが竜太にはあったのだろう。当然ながら、職場での人間関係も最悪で、かなりのトラブルメーカーだったようだ。父親の専務はかなりのショックを受け、息子を会社から追い出し、自らも責任を取って辞表を提出。しかし、竜太の父自身は人望もあり優秀なので、社長が引き止めた。最終的には本人の希望で減給処分となったとか。父から聞き、俺は納得した。
竜太は退職後、実家も追い出されたようだし、さぞ就職活動に難儀しているに違いない。ぜひこれを機に、ねじ曲がった性格を少しでも正してほしいところだ。さて、思いがけず同窓会で俺の両親がどんな人なのか明かすことになったわけだが、もうあんな真似は二度としない。竜太と同じ穴のムジナだと思われるのはごめんだ。親の意向ではなく、周りに俺自身を評価してもらえるよう、これからも頑張ろう。招待客リストはできたか？今日中に提出って言っただろう。本部長はそう言い張るが、週末が期限だと言っていたはずだ。今日は娘の誕生日だから、早く帰らなくてはいけないのに。本部長の地味な嫌がらせに、俺は大きなため息をつく。ムカムカしながら残業していると、声をかけてきた人物がいた。俺の名前は今井。ビジネスホテルを運営する会社に勤めている。高卒で入社した当時はホテルマンとして働いていたが、仕事ぶりを評価されて本社勤務となり、今では営業課長だ。本社には俺の尊敬する副社長がいる。社長の娘である副社長は、俺がホテルマンをやっていた頃、同じホテルで働いていた。後継ぎだからこそ、現場を知らなきゃいけないわ。副社長は口癖のようにそう言っていたのだ。創業者一家には傲慢な人もいると聞くが、副社長にそんな素振りは一切ない。俺のような平社員の意見も熱心に聞いてくれるのだ。そんな副社長が今年社長に就任する。高齢になった現社長は引退するのだ。現社長の意向で就任パーティーを大々的に行うことになった。俺は、パーティーの実行委員会に立候補した。尊敬する副社長の記念すべき日に携わりたいと思ったからだ。しかし、実行委員会には厄介な人物がいたのであった。招待客リストはできたか？今日中に提出って言っただろう。定時間際、俺に声をかけてきたのは川口本部長だ。週末までって話でしたよね。今日と言ったはずだ。頼んだぞ。本部長はそう言うと、さっさと会社から出て行ってしまう。ちょっと待ってください。引き止めたが、本部長は振り返ろうともしなかった。今日は8歳になる娘の誕生日。普段は残業ばかりで、俺が帰宅する頃には寝ている。今日だけは早く帰ってきてほしいと、娘からお願いされていた。だから、なんとか定時で帰るつもりだったのに。一人で部署に残って作業していると、無性にムカムカとしてくる。本部長は一年ほど前に他社から転職してきた。エリート大学出身で、以前の会社では管理職を経験していたことから、上層部が期待している存在だ。だが俺はどうも好きになれなかった。今日みたいに、パワハラと訴えるには難しい絶妙な嫌がらせをしてくる。初めて会った時の印象も最悪だった。俺が高卒だと知った本部長は、はあ、高卒の人間がよく課長になれたな。と、真っ向から侮辱してきたのだ。それから社内で会うたびに、私の友人には経営者や議員が多くてね。君の友人はどんな人がいるんだ？土方か？農家か？などと、俺の交友関係までも見下してくる。その度に否定してきたが、俺の反応が面白いのか、しつこく話しかけてきた。なるべく関わりを持たないようにしていたが、不運にも本部長は就任パーティーの実行委員長になってしまったのだ。本部長の問題は、俺に対する横柄な態度だけでない。以前、本部長にストーカーをされたと、一人の女性社員が訴えたことがあった。上層部は本部長に事実確認をしたが、当然認めるはずがない。ストーカーなど下劣な行為、私がするはずありません。疑われるのでしたら、きっちりお調べください。堂々とした態度の本部長を信じた上層部は、ろくに調べもせず、
女性の勘違いだと決定づけたのだ。社長交代が控えているので、大ごとにしたくなかったのかもしれない。女性は会社の対応に納得ができないまま退職したと噂で聞いていた。本部長の噂を思い出しながら作業していると、時計は22時を回っていた。ふと背後から人の気配を感じる。まだ残っていたんですか？ああ、お疲れ様です。副社長の登場に思わず立ち上がり、頭を下げた。副社長は俺のデスクを覗き込むと苦笑いをする。就任パーティーだなんて、大げさですよね。私は社内で、簡単に挨拶できればそれでよかったんですが。パーティーを発案したのは副社長の父親である現社長だ。娘の門出を祝いたい親心と、社内外に知らしめたい経営者目線の考えからだろう。だが、本人は乗り気ではないようだ。パーティーに予算を使うくらいなら、建物の修繕とか、従業員の賃金アップの方が、よほど会社のためになると思うんです。きっぱりという副社長に好感が持てる。一緒に働いていた時も、従業員の賃金が低いと社長に訴えていた。副社長のおかげで従業員の時給が上がったのだ。人手不足が悩ましいホテル業界。だが、他のホテルよりも人材を確保できているのは副社長の功績だろう。上司が全員副社長のような方だといいんですけどね。つい本音が出てしまう。俺はつてを使って招待客を集めろと本部長から指示されていた。パーティーにふさわしい有名人を呼べとむちゃくちゃを言うのだ。俺は資料に赤文字で有名人を呼ぶと書いていた。その文字が目に入ったのか。有名人を呼ばなきゃなんですか？と副社長は小さく笑う。副社長は馬鹿にするような人ではないと思い、正直に話した。パーティーにふさわしい人を呼べと、委員長から指示がありまして、私のつてではなかなか難しいのですが。ああ、川口本部長ですか？副社長は一瞬目を鋭くし、考え込む表情になったかと思うと。もしよければ、私に手伝わせてもらえませんか？と言い出したのだ。主役に手伝いをさせるなんてできるはずがない。俺は丁寧に断ったが、なぜか副社長は乗り気になっている。本人に連絡をしておきます。それで今井さんが招待したことにしてもらえませんか？実は。すると副社長は驚きの話を始めた。これなら本部長の要求にも答えられるし、本部長をギャフンと言わせられそうだ。仕事も終わり帰宅すると娘は寝ていた。買っておいたプレゼントをそっと枕元に置き、頭を優しく撫でる。妻にはまるでサンタさんねと笑われたが、翌朝喜ぶ娘の笑顔を見れたので満足だ。出勤すると早速俺は本部長に呼び出された。なんだこの招待客リストは、有名人が一人もいないじゃないか。本部長はリストを俺に投げつけていった。まだ調整中の人がいると答えると、ふっと笑う本部長。高卒のつてなんてたかが知れているだろう。俺のように有名人の知り合いもいないはずだ。社長就任パーティーに議員も呼べないとは話にならんな。そこまで言うなら自分が呼べば、と。話を聞いていたものなら誰もが思ったであろう。理不尽な命令を出して困っている様子を見て楽しんでいるのかもしれない。それからしばらくの間、本部長の説教と武勇伝が始まる。馬鹿らしくなった俺は本部長の話を遮ってこう言った。ああ、いいですよ。格が違いますけど、呼びますね。調整中ですが、必ず参加してもらえるようにしますから。はあ、できなければ処分も覚悟しておけよ。
俺たちのやりとりを見ていた周囲の社員は固唾を飲んで見守っていた。本部長に逆らった者は退職に追い込まれるという噂があるからだ。それから数日後、ある人物から連絡が入った。日程調整ができたためパーティーに出席するという返事だ。俺は早速本部長に出席者の名前を伝えに行く。若手経営者だと？経営者なんてその辺にゴロゴロいるじゃないか。私は議員とか有名人を招待しろと言ったんだ。本部長は声を荒げたが、テレビにも出演された方なので認知度は高いと思います。きっと本部長もご存知ではないかと。と俺が冷静に言うとすぐに納得していた。テレビに出たら有名人だなんて単純な人で助かった。本部長の許可をもらえたので、あとは当日を楽しみにするだけだ。パーティー当日、何人かのスピーチを終えた後、壇上に登場したのは若い経営者だ。ジムを運営している経営者で、小池という名前だ。筋肉の鍛え方というテーマで情報番組に出ていた。認知度が高いから社員からひときわ大きな拍手が上がる。すると本部長は壇上の人物を見た途端、ガタガタと震え始めたのだ。なんで？口パクだったが、そう言っているのが分かった。小池さんは自己紹介の後、スピーチを始める。新社長はコンプライアンスに力を入れると聞きました。例えば、上司が部下にストーカー行為をするなど、そんな事案が発生しないようにしていきたいとか。コンプライアンスとは法令遵守という意味だ。つまり、社内で不祥事が起きないよう、社員を見張るものだと新社長は言っていたのだろう。小池さんの発言に、全社員に緊張が走った。社員なら、小池さんの発言が誰を指しているのかすぐに理解できたはずだ。これって本部長の話だよな。そういえば退職した社員、小池って名前じゃ？周囲がざわざわとしてくる。壇上の小池さんはというと、ずっと本部長を睨んでいる。本部長は小池さんだけでなく、周囲の社員からも視線を浴びていた。逃げようにも逃げられないといった状態で本部長は立ち尽くしている。すると、重苦しい空気を破ったのは新社長だ。新社長は壇上の下から小池さんにこう言った。コンプライアンス違反者には厳しい処罰をするつもりです。私が社長に就任するからには従業員を守っていきますのでご安心ください。新社長の言葉を聞いた小池さんは笑顔で拍手をする。小池さんにつられて会場中から拍手が湧き上がった。俺の目は本部長を追う。居心地が悪そうにそそくさと会場から出ていく本部長が見えた。俺は本部長を追いかけ、ポンと肩を叩く。まだパーティーは終わっていませんよ。俺の声に驚いた本部長は、いやと情けない声を上げた。どういうことだ？なぜあの女の家族がここに？本部長はパニックになっている。俺は本部長が理解できるように丁寧に教えてやる。上層部にもみ消されたものの、本部長のストーカー行為は事実だった。会社には提出を拒まれたが、女性は本部長からのメールを保存していた。今どこなど、一日何十件も届いていたのだ。会社の対応に納得できずにいた女性は、証拠があると、本部長に詰め寄った。すると、会社にも奥さんにも内密にしてほしいと頭を下げた本部長。そして、口止め料と称して、女性に示談金を支払ったのだ。女性の実家で話し合いをした際に立ち会っていた人がいる。それは女性の兄であり経営者の小池さんだった。本部長はミーハーな割にテレビを見ないのか、小池さんが有名人だと知らなかったようだ。金で解決するなんてと小池さんは激高したが、
女性本人が騒ぎにしたくないと言ったらしい。だが、女性は男性不信に陥り、心療内科に通うようになった。小池さんはなぜ被害者が耐えなくてはならないのかと、本部長に恨みを募らせていたのだとか。そんな時、経営者の交流会でたまたま新社長と出会った。小池さんは妹に会ったことを新社長にすべて話したのだ。ストーカー疑惑の件を新社長はそこで初めて知ったらしい。社内で噂が広まった当時、新社長はしばらく本社を離れていた。経営を継ぐための研修を受けていたからだ。新社長が本社に戻ってきても、上層部は本部長の件を報告しなかった。小池さんに話を聞いた新社長は上層部に抗議したらしい。しかし上層部はストーカーの事実はなかったと頑なに言い張った。家族が訴えているのに何を言っているのかと呆れた新社長。本部長に聞き取りをしようとすると社長である父親に止められてしまった。今は大事な時期なんだから忘れなさい。と父親に言われ、この腐った会社は自分が変えなくてはと決意したという。すべて新社長から聞いた話です。小池さんを招待するよう指示したのも新社長です。俺には有名人の知り合いなんていませんからね。俺がそう言うと、本部長は真っ赤になって俺の胸ぐらを掴んだ。余計なことしやがって!あの男のせいで過去の噂が掘り返されるじゃないか。噂じゃなくて、ストーカーしたのは事実ですよね。逆恨みが怖いからって、女性は引いたようですが、新社長は従業員思いなので、あなたを許さないでしょうね。すると、次の瞬間、黙れ!と叫んだ本部長は、俺の頭を思い切りグーで叩いた。俺はそのまま床に倒れ込んでしまう。遠くから俺たちを見ていた社員が急いで駆けつけてきた。大丈夫ですかという言葉が遠くに聞こえる。どうやら俺は気絶してしまったようだ。目を覚ますと泣いている妻と娘の顔があった。二人に心配をかけてしまったと申し訳ない気持ちになる。頭を叩かれて気絶したため、念のためにと病院に運ばれたようだ。パーティーはどうなった?俺が妻に聞くと、まずは休むようにと新社長から伝言を預かっていると言われた。あの後、本部長はどうなったのだろうか。いろいろと気になるが、伝言の通り、今はゆっくり休もう。俺の怪我が治るようにと、娘が絵本を読んでくれているのだから。検査に異常もなかったため、俺は週明けにも出勤。すぐに社長室へ呼ばれた。俺が社長室に入ると、上層部が数名座っている。誰も声を出さない様子は、まるでお通夜のような雰囲気だ。そんな中、新社長が口を開く。今井さんに怪我を負わせてしまい、大変申し訳ありません。川口本部長はあの後も暴れたため警察を呼びました。まだ正式な決定ではありませんが、本部長を懲戒解雇処分にする予定です。部下に暴力を働き、さらに警察を呼ぶ事態となれば、当然の処分かもしれない。もしかしたらストーカー行為に対する処分も含まれているのではと思った。俺の考えを読んだかのように、副社長はその件を話し出す。当時、ストーカー被害の対応をしなかった我々の責任も重いです。よって、ここにいる者は、私を含めて全員、減給処分とします。新社長の言葉に、がっくりとうなだれる、上層部の役員たち。そして、俺と二人で話がしたいからと、役員を部屋から追い出した。俺は招待客の小池さんがあの後どうなったのか新社長に聞いた。スカッとしたと言って帰っていきました。壇上から青ざめた本部長を見下ろすのは気分が良かったって。小池さんの発言後、会場は
本部長の噂で持ちきりに。あまりの騒ぎから、再度本部長に聞き取りせざるを得なくなったようだ。警察でこってり絞られた本部長は、上層部に反論する元気もなく、あっさりとストーカー行為を認めたという。本部長が今井さんに話をしたいようですが、どうしますか？新社長に問われた俺は、電話ならと答えた。新社長は本部長に電話をし、スピーカーフォンにする。電話口からは本部長が新社長に謝罪する声が聞こえた。しかし、俺に変わった瞬間、衝撃的なことを言い出したのだ。お前が大げさに怪我したせいで大事になったんだ。お前の家族も同じ目に合わせてやるからな。それが嫌なら、俺の首を取り消すように社長に言え。スピーカーフォンに気づいていない様子の本部長は、家族を盾に脅し始めたのである。これには、俺も怒らずにはいられない。全く反省していないのですね。私は被害届を出して、あなたに損害賠償請求をしますので。あれくらいで被害届だと？ふざけるな。本部長は電話口で声を荒げる。ふざけているのはあなたです。全部聞こえているんですよ。俺から電話を取った新社長は俺以上に怒っている。社長室の電話には録音機能がついていると聞いていた。本部長が俺を脅した言葉はしっかりと残っているだろう。あなたの発言は記録されています。これも合わせて警察へ届けますので覚悟してください。俺がそう言うと電話口から情けない声が聞こえる。被害届は勘弁してもらえませんか？申し訳ありませんでした。今更謝っても遅いと思い、俺は電話を切る。そして病院の診断書を持って警察へ被害届を出しに行った。これから捜査が始まるはずだ。俺は本部長に慰謝料を請求し、振り込みを確認した。本部長は正式に懲戒解雇処分となった。クビになった挙句、警察沙汰にまでなったのだ。奥さんから離婚を言い渡されているに違いない。本部長がその後どうなったかは知らないが、惨めな思いをしているのは確かだ。その後、新社長は事の顛末を小池さんに話した。ストーカー被害を受けた妹さんは、加害者が制裁を受けてよかったと言っているらしい。さらに新社長は働き方改革を行い、社員の残業時間が大幅に減った。おかげで俺も定時で帰れるようになり、娘と過ごせる時間が増えたのだ。パパ大好きと言ってくれる娘のためにも、さらに仕事に打ち込んでいきたいと思う。気が変わった。そう言って部長は乱暴に机を叩き、俺を睨みつける。すぐに不敵な笑みを浮かべ、さらに俺に消えろと暴言を吐いた。消えろと言うからには仕方がない。俺が呆れて背を向けると、ある人物たちと目が合った。俺の名前は高野、46歳の会社員だ。とある企業の本社営業部に所属していて、妻と娘と暮らしている。大学卒業とともに今の会社に勤め始めて、かれこれ23年が経つ。長年仕事をしてきたおかげもあり、どれくらいが可能で無理なのか、自分の中での線引きは容易なことだった。そのはずだったのだが、今回は不測の事態が重なったため、多少無茶が過ぎたらしい。まさか俺が過労で入院するとはな。静かに落ちる点滴の雫を眺めながら、俺は誰に言うでもなくつぶやいた。もうパパったら、もうおじさんなんだからさ、無茶しちゃダメだよ。お見舞いに来ていた中学生の娘が言う。俺はまだまだ若い。そう反論しようとしたが、そうよ、あまり心配させないでちょうだい。娘の隣で妻が本気で不安げな顔をしている。そんな顔を見たら何も言えなくなるじゃないか。
すまん。会社がバタバタしていて、その上トラブルもあったりしたんだ。その、心配かけてすまない。俺が旬として謝るのを見て、妻と娘が顔を見合わせて苦笑する。実は現在、社運に関わる大きな取引が迫っており、その中、体調不良で出社できなくなる社員が出たりと、本当に部署内は大忙しだったのだ。そこで、俺も周りのフォローのために駆けずり回っていたわけだが、まさか倒れてしまうなんて。みんなに申し訳ないと思っていると、娘が思い出したように言った。そういえば、パパが寝ている間に課長さんが来たよ。ええ、後のことは自分たちに任せて、しっかり休んでくれって。二人の言葉を聞いて俺は驚いた。課長も忙しいはずなのに、わざわざ来てくれたのか。復帰したらきっちり穴埋めしないと、そう思ったところで妻と目が合う。復帰して早々、穴埋めのためとか言って無理しないでくださいね。妻にはすべてお見通しらしい。俺は、わかってるよ、とごまかすように笑い目を閉じた。入院自体は5日で済んだのだが、医師の強い勧めもあり、なんだかんだと10日間も休む羽目になってしまった。過労で体が弱っているところに加え、風邪にもかかってしまっていたようだ。軽度だったのがせめてもの救いだろう。ああ、高野さん、お体は大丈夫ですか？俺が営業部に顔を出すなり、課長が俺に近寄ってくる。力になるどころか、迷惑をかけてしまいましたね。俺が頬をかきながら謝ると、課長はブンブンと首を横に振った。課長は誰に対しても敬語で礼儀正しく、真面目で頼りになる存在だ。そんな、とんでもない。むしろ倒れるまで無理をさせてしまって、なんと謝罪すればいいのか。ああ、そうだ。高野さんがお休みしている間に、例の新しい部長が支社から赴任してきたんですよ。課長の視線を追うと、部長の席に座り、スマホをいじっている男性の姿が。新しい部長が支社から来るという話は、入院前から聞いて知っていた。ああ、彼が新しく赴任した部長なのか。俺は納得してうなずく。ええ、とはいえ、みんなが忙しくしている中、何もしてくれなくて困っているんです。今がどれほど大変な状況かは何度もお伝えしているんですけど。なるほど、と俺は顎をさすった。赴任してきたばかりで、新しい環境でのやり方がわからないのはある程度仕方がない。とはいえ、部長ともあろうものが、部署のために何もしないというのはいかがなものだろうか。課長の説明を聞き、俺はその新部長に近づいた。挨拶ついでに少し話をしてみようと思ったのだ。それにしても、前もって話は聞いていたが、かなり若い部長だ。確か俺より少し年下の40代前半くらいの年齢だったはず。俺に気がついた部長が顔を上げ、けげんそうに眉を潜めた。俺が赴任してそろそろ1週間になるが、まだ知らない顔がいたとはな。ぶしつけな物言いに俺は目を丸くする。佐島部長、こちらは先日までお休みされていた高野さんです。高野？ああ、休んでる社員がいるって聞いてたが、お前のことか。10日間？ずいぶん長い期間休んだものだな。それとも具合が悪いふりをして仕事をサボったとか？営業本部長も入院中だって言うし、まったく自己管理のなってない奴ばかりだな。新部長は佐島というらしい。佐島はパソコンで俺が休んだ日数を確認しながら馬鹿にしたように笑う。俺と別の社員を勘違いしているようだが、サボりで休んだと決めつける様子はさすがに腹が立つ。
課長は俺と佐島を交互に見ておろおろしていた。初対面であんまりな言いようです。確かに自己管理できなかったのは反省すべきですが、サボるために仮病など使いませんよ。決めつけないでいただきたいですね。俺が口答えしてくるとは思わなかったのだろう。佐島は俺を睨む。ふん、生意気だな。お前みたいな役立たずほど口が達者で困る。佐島は乱暴に机を叩いた。素直に頭を下げるようなら水に流してやったのに。気が変わった。役立たずのおっさんは消えろ。目障りだ。お前がいなくなったらその分、若くて優秀な社員を入れられるってもんさ。先ほどから感じていたのだが、この佐島という男、俺が誰であるかいまいち分かっていないらしい。課長は佐島の発言にいよいよ青ざめる。佐島部長、謝罪してください。高野さんは営業法。うるさい。だいたい課長のお前が部下一人ろくに管理できていないから。再び課長の発言にかぶせるようにして部長は怒鳴る。課長が必死に俺について説明しようとしているというのに。この佐島という男、よほど自分の話を押し通すのが好きなようだ。俺はやれやれと首を振る。そうですか。わかりました。では失礼します。そんな、お待ちください。課長が俺を引き止めようとするが、ここまで言われてはどうしようもない。俺はくるりと背を向ける。その時、ちょうどゾロゾロと部署に入ってくる社員たちの姿が。察するに会議でもしていて、ちょうど終わったところなのだろう。彼らはうちの部署でも特に優秀なエリート社員たちだ。高野本部長、もう具合はよろしいのですか？俺の姿を見た一人が俺に駆け寄ってくる。ああ、もう大丈夫だ。課長やみんなには迷惑をかけたね。俺が頭を下げると、他の社員たちが口々に俺に優しい言葉をかけてくれた。何をおっしゃるんですか。本部長が率先してフォローしてくださって本当に助かりました。そうですよ。謝罪するのはむしろ私たちです。お倒れになるまで本部長の体調に気がつかなくて。退院早々、課長にも同じ内容を言われたのだが、そう言われると嬉しいものだ。いやいや、自己管理は初歩的なことだから。俺が首を振ると、後ろから、本部長？と、佐島が声を上げるのが聞こえた。驚きのせいか、声が裏返ってしまっている。課長は、先ほどからそう申し上げようとしていたのに、と言い、額を押さえていた。佐島は立ち上がると、ずかずかと俺に歩み寄る。お前が本部長なんて嘘だよな。確かに本部長の名字がお前と同じ高野なのは知っているが。おい、俺を赴任してきたばかりの俺をからかってるんだろ。そうだよな、そうだと言え。だいたい役員が部署のフォローしてるなんておかしいだろ。俺と会話をしていたエリート社員たちは、俺と佐島を交互に見て青ざめた。本部長と聞くと、役員だと思われがちだが、俺の場合は違う。いずれは昇格して、本部長執行役員という名の役員になる可能性はあるが、厳密には、俺も部長や課長と同じ、従業員の位置づけとなる。それらを説明してやると、一人の社員が恐る恐る佐島に尋ねた。まさか部長、高野本部長に今の調子で話していたんですか？佐島は口ごもったが、すぐに課長を指さす。こいつが高野さんだなんて紛らわしい呼び方してるのが悪いんだ。本部長って最初から呼んでいれば俺だって。今は本部長と課長という関係性だが、課長は俺にとっては昔からよく面倒を見ていた学生時代の後輩だ。そのせいで課長は気を抜くと、
未だに俺を先輩と呼んでしまうほど。この部署の人間の多くは、そんな俺たちの間柄を知っている人間が多いので、課長が俺を高野さんと呼んでいても、特に疑問に思うことがなかったのだ。課長が、申し訳ありませんと佐島に頭を下げる。確かに何も知らない人からすれば勘違いするのも理解できます。しかし、だからといって、先ほどのあなたの態度を正当化できるものではないでしょう。初対面の私に向かって、サボりのための仮病と言い放ち、役立たずのおっさんは消えろとまで言ったんですよ。正直、あなたのような方が今後、部長として部下とうまくやっていけるのか、甚だ疑問です。俺が言うと、他の社員が続く。私見ていましたけど、課長は説明しようとしてましたよ。それなのに、部長が話を遮っていたじゃないですか。女性社員の発言に、部長はさらに言葉を詰まらせる。部署内の冷ややかな視線が部長に集中し、部長は苛立ったように頭をかいた。その時、エリート社員の一人がぎょっとして声を上げる。専務。声と同時に、俺たちの視線は一斉に部署の入り口に向けられた。そこには、キリッとした表情の男性が立っていた。男性は俺と目が合うと、ふっと表情を緩め、俺たちの方に歩いてくる。高野君、過労で入院したと聞いたが、体は大丈夫かい？今日が出社と聞いて様子を見に来たんだよ。社長も心配していたのでね。専務の登場に場の空気がざわつき、俺は深く頭を下げた。ご心配をおかけして申し訳ありません。専務はにこりと微笑み、ぐるりと周囲を見渡す。ところで何かトラブルでも？廊下にまで怒鳴り声が聞こえていたが。俺の正体が本部長だというだけでも驚いたのに、さらに専務まで登場するとは思わなかったのだろう。佐島から強気な表情は消え失せ、すっかり青ざめている。いいえ、その、新しく赴任された佐島部長に挨拶をしようとしましたら、私に対してわざと倒れてサボったんだろうと言われまして。佐島が口ごもっている間に、俺が事実をすべて話すと、専務が眉を潜めた。何？どういうことかな、佐島くん。専務、これには訳が、すべては誤解だったんです。佐島は佐島なりの言い訳じみた言葉をずらずらと並べていく。だが専務の表情は険しいままだ。俺同様に、そんなものは言い訳にもならないと、佐島の言い訳を一蹴する。死者での君の評判は高いと聞いていたのだが、人間性に難ありのようだな。専務は眉間にシワを寄せてため息をつく。ここぞとばかりに課長が口を開いた。それに、部長は高野本部長がいない間に赴任したにもかかわらず、この忙しい状況で部下の助けになろうともしてくれませんでした。私はずっと営業部だけでなく、会社にとっても重要な状況だと伝えてきたのですが、俺は忙しいと言いながらずっとスマホをいじっていたんです。課長の発言で俺は思い出した。確かに俺が来た時もデスクでスマホをいじっていたっけ。告げ口をされたと思ったのだろう。佐島は顔を真っ赤にして反論する。黙れ！俺は赴任したばかりで、この部署のやり方もまだよくわかっていないんだ。俺は俺なりにやり方を覚えようとだな。よく言いますよ。課長が教えようとしても聞く耳を持とうとしなかったじゃないですか。さぞかし不満が溜まっていたのだろう。社員たちから、そうだとブーイングが飛ぶ。そりゃそうだ。みんながせっせと忙しく動く中、何もしない人間がいたら腹が立つのも無理はない。佐島くんは私が挨拶に行った時もスマホをいじっていました。佐島くんは私に向かってサボったと言いましたが、どうやら私ではなく、
ご自分のことだったようですね。仕事を覚えようともせず、部下たちの手助けもしない。そんな人がよく部長と名乗れたものです。俺が横目でちらりと見ながら言うと、佐島は苦虫を噛みつぶしたような表情をしてうつむいてしまう。役立たずのおっさんは消えろとまで言っていましたね。課長がさりげなく言うと、佐島はきっと課長を睨みつける。まるで余計なことを言うな、と言わんばかりだ。だが、専務と俺の視線に気がつき、またすぐにうつむいた。専務は大きなため息をつく。佐島部長のためにこれ以上時間を割くのは損失にしかならないだろう。みんな仕事に戻って。佐島くんと高野くんは別室で私と話をしようじゃないか。課長、引き続きみんなを頼むよ。専務の発言で、そばにいた社員たちはみんな自分の仕事に戻っていく。課長も俺たちに向けて深く頭を下げ去っていった。佐島は自分が想像以上に不利な状況だと分かっているためか、その場に座り込み頭を床につける。どういうつもりかな。俺が尋ねると佐島は大声を張り上げた。本当に申し訳ございませんでした。営業本部長の存在は知っておりましたが、まさかこんなに私と年の近い方だとは思わなくて。確かに本部長ともなると50代くらいの人間がつくイメージがあるかもしれない。だが俺は首を横に振る。さっきも言ったがね、そんなものは言い訳にもならないよ。その通りだ。その言い分だと相手を見て君は態度を変えるのか。俺と専務がうなずき合うと、佐島はぐーっとうなった。申し訳ありません。実は支社からこちらの本社へ赴任となって浮かれておりました。それで気が緩んで仕事をサボり、横柄な態度へとつながったと。俺の質問に佐島は力なくうなずいた。私への暴言はともかく、部長としてなすべき仕事を放棄していた責任は重いですよ。たった一週間とはいえね。専務も俺に同意する。社長にもしっかり伝えさせていただこう。社長はかなり厳しい方だ。注意だけで済むとは思わないことだな。俺と専務の容赦ない言葉に、佐島は涙目で顔を上げた。そんな。絶望に満ちたその一言を発し、佐島は壊れたおもちゃのように、申し訳ありませんでした。と繰り返し謝罪する。俺に対して暴言を吐いたのがきっかけで、こんなにも大きな話になるなどと佐島は考えもしなかったのだろう。佐島の謝罪の言葉は部署のみんなが忙しく働く雑音に書き消された。それから約3ヶ月、社運にも関わる大きな商談も成功し、部署にはいつもの風景が戻っている。唯一違うのは、課長が部長へと昇進し、部長が課長へと降格したこと。まあ簡単に言えば役職が入れ替わったという話だ。おまけに言及もされたらしい。俺への暴言の一件から佐島は会議にかけられた。その時は厳重注意で済んだのだが、その直後余罪が発覚したのだ。課長の目を盗んで丸めた書類で部下の頭を叩くなどパワハラ行為をしていたらしい。その結果、佐島は人間性に問題のある人物だと分かった。本当なら平社員に降格でもいいのにと部下たちが話していたが、赴任して一週間ではそこまでの処罰になるのは難しかったのだろう。実際、社長は俺にこう言っていた。人事部とも話し合ったのだが、赴任した直後で平社員に降格するのは難しい。まだ業務も忙しい時期だし、人手は必要だろう。その代わり、今後は要注意人物としてマークすると本人にも伝えた。今回は甘すぎると思うかもしれないが、
次からは断固とした処理が取りやすいし、今は様子を見てくれないか。俺は当事者というのもあり、社長が内密に教えてくれたのだ。次はないと社長に宣言された効果もあってか、佐島は人が変わったようにおとなしく仕事に励んでいる。課長は部下たちとの関わりがかなり多い役職ですから、これを機に部下の信頼を取り戻せるよう努力してくださいね。佐島の降格が決まった時に、俺がそう声をかけると、げっそりした表情で佐島は力なくうなずいていた。今後はどんな相手にも丁寧に、そして敬意を持って接してほしいものだ。俺自身、佐島を完全に許したわけではない。今後も佐島と関わる機会はきっと多いはずだが、感情に惑わされずに、俺のすべきことを誠実にこなしていこう。